上手に立ち上がることができるんですね。なぜかというと、実は人間と同じ足の作りをしています。ちょっと前の方の方々に申し訳ないんですけど、上手に立ち上がる。
存在で、どちらでも諦めるように見えますが、諦めるしかないですね。でも、知ってですね、このボタン尻尾、実は1年では親指ぐらいしか音がないんです。はい、なので、ね、ほとんど蹴らずを思ってください。この芯の手前に、この太い尻尾でね、これぐらいの毛が生えています。それも、住んでいるサメとかに少しのようになっています。ちなみに、先ほどの足の裏、見ていただいた通り、立ち上がり、足の裏、ちょっと見にくいんですけど、雪の中でも小さな距離を寒くないように手の後ろですね、足の裏、毛がね、しっかり入っています。リサーパンダはこんな感じでね、こんな動物だっていうのはしょっちゅうに分かっていただけたらと思います。それで、ラテのお話になりますが、ラテはですね、先ほども言いました、手を使いません。はい、よくね、横着をしてね、先ほども言いましたが、食べ方に特徴があって、カポッと、あ、入れなかったですね。今、全く同じようにしましたね。手を使わずに、こっちだけに入れましたね。一つね、あと実はほっぺで吸いていただけますかね、ひともきしてます。普通のレッサーパンダは長くて綺麗にまっすぐ伸びているんですけども、ラテの特徴でひともきしています。これちょっとチャームポイントなので、よかったらハメラに行っても、もしひともきしている、ね、レッサーパンダ見かけたらラテかなと思っていただけたらと思います。はい、それでですね、過ごせるのに、皆さんにね、ぜひあちらの通り、広場でですね、寄せ書きを、はい、詰まっていますので、お元気で過ごせるようにですね、皆さんに書いていただいて、書いていただいた方には、記念のカードもありますので、ね、ご参加ください。で、ちょっと暑いんですけど、この後ちょっと外に、少しだけ、はい、今は外でご飯食べている姿、お見せしますので、よかったら、皆さん右側の方へ進んでいただいて、あちらの方でお待ちください。やっぱり、ね、人間と一緒に一緒のように、夢中になってしまうんですね。
ちに関わってしまうので、夏の間は中で展示をしています。あとは来週は他のレッサーパンダよりもとっても夏っぽくって、普通のパンダは嫌がります。テレビとかやっぱり口の周りとかお前の周りは手を出されるのが嫌いなんですよ。でも慣れてるので、手で拭いてもなんとも持ってます。じゃあね、もう途中カートで今度は下に、ね、降りてもらって、最後ね、もうちょっとだけリンゴがあるので食べて、また室内の方に返したいと思います。すごい。お腹すごいてんじゃない。
見てるよ。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